はい、皆さんこんにちは。ハル君、はい、今回このコスモ AP の進捗でございます。お願いします。はい、この1977年式マツダのコスモ AP、 ご覧の通りね、非常に状態のいい車両ですよ。はい、これもめちゃめちゃ名車 13B のロータリーエンジンを積んだね、面白みとロマン、そしておしゃれさを詰め込んだこの1台、前回動画出した際も皆様からの反響、これやっぱ大きかったですね。そうですよね、コスモはやはりコアなファンが多い、はい、皆様もねこう楽しみに待っていてくれた方多いんじゃないかなと思うんですが、車両の紹介詳細はですね、前回の動画ぜひご覧いただけると嬉しいんですけども、内容ざっとおさらいすると、ロータリーの名機 13B、 調子が今一つ、エンジンかかりはするんだけどアイドリングも不安定で、まともにはまあ走ってくれない状態だったと、はい、いうことですよね。圧縮圧力、これも結構な差がありそうだったので、はい、それはまともには動かないだろうという状況でした、はい、ただそれで諦めるのはもったいない車両、結構特別な1台と言ってもいいと思います、はい、なぜならかなりの低走行、約4万6000キロ、しかもおそらく実走行である可能性が高い。なぜなら昭和62年に抹消登録をしてから眠り続けていた車両だということが判明しました。何が起こるかというと、はい、内装がもうめちゃめちゃ綺麗なんですよ、はい、これ内装を見た時に私はね、あ、メーターの巻き戻しとかではなく実走行だろうなと感じさせてくれましたよ。内張りから内装シートに至るまでね、非常にいい状態、これウッドの状態もいいし、シート自体擦れてボロボロになってしまったりもなくて、まだまだ年季を感じさせない、このおしゃれさをそのまま保ってくれている素晴らしい内装でございます。こういった特別な個体であればエンジン乗せ替えとかではなく、なるべくロータリーのこのコスモ AP 本来の姿のまま蘇らせたいというのが我々の願望ですよね。はい、そうですね。ということで専門業者さんの力を借りることにしました。問い合わせしました。門前払い、はい、これも繰り返し困ったな、おいおいというところで、前回の動画皆さんに聞きました、はい、おすすめの業者さんありませんかと助けてください。もうね、もうお手上げ状態皆様のお力添えをどうぞくださいということでね、前回動画専門業者さん募りました。したらね、本当、はい、ありがたいことにたくさんのコメントいただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。その中でも最もコメントの多かった天宮さんという、はい、ロータリーの神みたいな人がいらっしゃるんですよ。問い合わせさせていただきました。そしたらね、本当に親切に答えていただいて、はい、いろいろとこう選択肢というかね、はい、例えばロータリーのままだと難しいならこういう方法もあるよとか、 13B 同士の乗せ替えですよね。例えば FC に積んである 13B をここに乗せ替えると、はい、でそういう場合は形はもう全然違うので、マウントとかその周辺部品、はい、そのあたりも加工しないといけないので、あまり選択肢には加えたくなかったんですけど、はい、作っちゃえばいいじゃんと、作っちゃえばいいじゃん、うん、だからもう可能性をね広げてくれたんですよ。さすがだなと思わせてくれた一方で、やっぱ時間はかかる、はい、でしかも加工を加えるとなるとお金もかかる、はい、なので本当に親身になっていろいろと現実的な提案をしてくれて大変ありがたかったです、はい、しかし時間を考えると別の選択肢も我々模索しました。で他にもですね、はい、岡山県にロータリーに強い専門業者さんいらっしゃるとコメントでいただきました、はい、でそこもホームページ等を見させていただいたら非常にねこう素敵な業者さんでね、はい、ありがたい選択肢に加えさせていただいたんですが、我々が重視しているポイントが一つあるんですよ、はい、それが実車を持ち込めるということ、これ非常に重要なんです。エンジンだけゴトッと外して、じゃあよろしくお願いします、どこが悪いか見てくださいってこう送ってね、専門業者さんに見てもらいます。あ、ここちょっと悪いっぽいなって直してくれたとしますよ、はい、ただエンジンを車体に積んでちゃんと本番環境で実際にもう一度エンジンかけて走れるかどうかやってみたら、やっぱりね単体でやってると難しい場合がございます、はい、あの10ソアラ見てもらった時もそうでしたね。メーター単体で見ても難しくて、やっぱガチャッと設置されたこの本体があって初めていい整備ができるという部分がねございます、はい、岡山県は遠すぎるよね。遠いですね、ということで今関東圏内でちゃんとエンジンを積んだ状態で始動確認ができる専門業者さん見つけました。今実際に運びました、はい、運んだ結果こちらでございます、はい、エンジンルームオープン、よいしょ、はい、見事にですねロータリーの 13B エンジン旅立ちました。旅立ってますね。でこちらはですね、一度
実際にお店に持って行って、はい、関東圏内だから持って行けました。でそこでいろいろと見てもらって、でまずはエンジン下ろしてバラして整備してもらった後にまたこのボディ自体をその専門業者さんに持って行きます、はい、で乗せてもらってその場でちゃんと本番環境として確認をしてよし大丈夫だというところも我々はね見る必要があります、はい、そして何よりもありがたかったのが早い早い、もうすでにエンジン降りてますよね。そうですね、もう降りてますね。これもすごいんだけど、はい、エンジン降りてまだどうだ1週間も経ってないですよ。もうバラされてます。もうバラされてるんですか。バラして、しかもあーここの部品かーと、これ見つかるかなーと、ちょっとどうにかしてみる、時間ちょうだいっていうね、すでに進捗を聞かせてもらってるんですよ。素晴らしい。そしてできるだけの最大限の動きをすでにしてくれてる、はい、これありがたいですよ。ありがたいですね。いろんな業者さん掛け合いましたけども、あーできるかも、ちょっとただ半年後とか、うん、1年後になるよと、もう時間はかかるよと、 そりゃそうですよ。だってロータリーエンジン難しいですもん。よくコメントでもね、アペックスシールじゃないですか、ありがたいコメントいっぱいいただきました、はい、でやっぱそうなんですよ。不調の原因ってそこにあること非常に多いので、それはね我々も期待しました、はい、どうかアペックスシールであってくれと、はい、そこ変えたら好調に動くようになってくれと思いました。ただそれだけじゃないんですよね。アペックスシール交換して、はい直りました、こうならなかったとなると、ロータリーエンジンのねハウジング内の問題なのか、もしくはローター自体の問題なのか、ローターに問題があった場合は新しいローターをね買ってきてガチャンドとこう付け替えれれば、それはもうハッピーエンドかもしれないですけど、ローター単体で入手するのはその困難です、難しい。となると今あるローターを分解して問題があるところを生かす、はい、となってくると、ローターもねあれ部品の集合体なので、でどの部品で ここが悪いからっつってね、そこだけピンポイントで入手できるか、これはもう どんどん難しくなっていくわけですよ、はい、だからロータリーは難しいんです、はい、ここの部品変えて OK ができないから、専門業者さんですらいや多分部品手に入んないからこれは無理だよと言ってくるぐらいですね、それだけの難易度が高い仕事を我々クラシカ始めてしまった、はい、あこれはもう反省点だただこうしたね心強くしかも親切な専門業者様の協力もあって、はい、なんとかね一歩目は踏み出しました、はい、大きな一歩ですよ。エンジン降りてもうすでに分解されてるんだもん、はい、専門業者さんの手によって。でその関東圏のね我々がお願いした専門業者さんも任せてバッチリ治るよとは言えないわけです、はい、最善は尽くすから今やることはやってくれてます。祈るばかりだね。そうですねこうなるとねお願いします。ただ本当に皆さんのたくさんのコメントでしたよね。本当に多かったですよね、うん、であこんな業者さんあるんだと、いろいろと我々にとっても勉強になる部分たくさんございましたので、はい、ここを改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。この答えの行く末ぜひ見守ってあげてください。我々にとってもね気になるね。チャレンジですね。チャレンジです。で、ハル君、はい、この車見れば見るほどやっぱ不思議な車です、はい、こっからはもうただの我々の予想なんですけど、はい、一度レストアというか仕上げようとして断念した車なのかなというふうに考えるのが妥当なんじゃないかと、はい、まあ、どういうことかと言いますとね、先ほど昭和62年に抹消登録をしてそのままであった可能性が高い、はい、だからこそのあれだけの綺麗な内装、おそらくこれは実走行で約4万6千キロなんだろうと思います。しかしそれでは説明しきれない各部位、はい、綺麗すぎるよなというところもあるんですよ、はい、昭和62年抹消してからずっと倉庫で保管してました。それだけだとガソリンタンク錆びますよね。絶対錆びますね。その他にもですね、足回りもやたらと綺麗だし、はい、でブレーキパッドとかも昭和62年ではないよなと思わせる状態なんですよ、はい、手が加えられてるってことですね。ところどころに加えられたような印象を持ちます、はい、綺麗ですね。綺麗ですね。ガソリンタンクもやっぱ錆びてなかったです。錆びなしで62年36年前ですよ、はい、錆びます。それは錆びますね。腐ります。腐ります確実に。しかもそういう車も我々やっぱ見てきましたからね、はい、外装内装ともにもう嘘みたいに綺麗で、ただ時は経てるのでガソリンタンクはやっぱ中で腐っちゃってますね、はい、それはあるんだけどそうでもなかったので、でエンジンもかかりましたからね。そうなんですよね。いやそうはならないだろうという状態だったので、これただの想像です、はい、抹消はされてそれから1回も登録公道を走ったことはない車です、はい、おそらく実走行、ただ一度誰かの手に渡って今我々がやってるようなね修復作業をしてたんじゃないかな、はい、でところどころそうコツコツ
綺麗に直して、はい、ただどうしてもエンジン、はい、ここだけはどうしようもなかったと半ば断念して販売した。こう考えるのが妥当なんじゃないかな。もしこの仮説が正しければ、この外装内装足回り抹消された年式、はい、全て合点がいくというかね。そうですね、なるほどということになるので。でも意外とね、 YouTube の方、あ、この答えどこどこで見たあれですよ、謎の詳しい情報を持っている方がいらっしゃるのでね、もしこの赤くて綺麗な約4万6千キロ台の答え、あ、これあれですよと、レストア頑張ってしてる人いましたよみたいな情報あったらぜひ教えてください。そうですね、ぜひお願いします。お願いします。ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長とハルくんでした。